everyone! I'm Aisha in Tokyo, and today we're checking out a promotional event at the prestigious Misukoshi Mall. Today we'll be checking out the jewelry brand Korino Eye. ビーズや天然石を使ってアクセサリーを手作りしている泉川のり子と申します。2003年にオーストリア大使館賞という賞をいただいてから今の仕事を始めました。今回のプロモーションの目的は、日頃こういうアート的なビーズの作品も手作りしていますが、日頃皆さんに使っていただきたいアクセサリーを見ていただきたく持ってきてます。こちらは今の季節にぴったりなひまわりをスワロスキーのビーズで手作りしています。ビーズの中心にはトラメイシなどを使っています。これは使っているのが全部スワロフスキーのビーズで手作りしています。こちらは朝鏡を見た時に自分が楽しくなってもらえるようにバラのお花をスワロフスキーで作りました。こちらの額も手作りいたしました。 Korino Eye takes the art of jewelry to a brand new level. With its meticulous and innovative design, it makes the wearer feel like a piece of art herself.私はビーズを始めたのは美術大学に通っておりました時は絵を描いていました。絵の二次元の世界っていうものに限界を感じていたのことと、あと自分には何か違うって思うところがありまして、である時ビーズに出会ったんです。ビーズを絵の具のようにしていろんなものを作り上げることに非常に喜びを感じています。そしてそのビーズを作ったもの、アートを身につけてもらえるっていうことでアクセサリーにするようになったんです。Even though this promotional event will only be held here at Mutsukoshi Department Store temporarily, Korino Eye Jewelry will soon be opened in a new location. It will be located in the trendy and exclusive Daikayama area here in Tokyo. Give me a spotlight.